ジェームズ・ウィリアム・ギリアムは、アメリカ合衆国、テネシー州ナッシュビル出身の元プロ野球選手。宇藤良だ。ニグロリーグのボルチモアイリートジャイアンツを経て1951年に、ブルックリンド・ドジャースと契約。1953年にメジャーデビューすると、173、ルイダ、新人記録の100支球が評価されて、新人王を受賞した。 1950年代から1960年代にかけてリードオフマンまたは2番を務め抜群の選球眼で5度90支給を選び投類も3回リーグ2位となった少ない得点を守り抜く当時のドジャースの戦法においてその機動力は重要な要素だった現役最末期になって2回引退を宣言しながらチーム事情もあって2回とも引退を撤回しており 最終的には1966年に現役引退。ギリアムの背番号19。ロサンゼルスドジャースの永久欠番に1978年指定。1965年から兼任コーチを務め、前述の通り1966年に現役を引退。その後は先人でコーチとして現場に立ち、長くチームを支えていたが、1978年の リーグ優勝決定翌日の10月8日に脳出血のため休止した。ドジャースはそれまでの功績を評価し、2日後のワールドシリーズ第1戦にギリアムが現役、コーチ時代まで一貫してつけていた背番号19を永久欠番に指定した。なお、ドジャースの永久欠番選手は基本的にアメリカ野球伝導選出者だがギリアムのみ。 唯一の殿堂未選出選手である。ありがとうございます。